みなさんこんにちは、くみっぴーこと小山くみこです。そして本日も旦那さんをこんにちはお呼びしております。今回からみんなのコメントにちょっと返していきたいなと思ってます。番乗り岩田さん、私も妊娠4ヶ月なのですが、すごく詰まりしんどくて寝たきり状態です。あまり無理しないでください。動画すごく心の支えになっています。ことを願っております。見てくれていつもありがとう。あやねさん、くみっき、家事分担の質問答えてくれてありがとうございます。旦那さんが洗い物してくれるなんて羨ましいです。私たちは結婚1年目ですが、家事分担なかなかうまくいきません。これ私たちどうやって決めたんだ。自然に、自然にだよね。だけどやっぱ無理して決めるとそうできないから、なんかできそうなところを1個だけ、いっぱいじゃなくそこをめっちゃめちゃ感謝しまくる。そしてまた2個に増えて、でまた感謝しまくる。あれ3個だなみたいな。まず1個ね、旦那さんができそうなことを決めるだけでも変わるんじゃないかなと思います。今日は、何、意外とね、妊娠してからその妊娠前期のことっていうのを詳しく話してなかったので、まあ今妊娠中期に入ったところなんだけど、2人の中でもいろいろあったので、それをちょっと今日はゆったりとお話ししていけたらと思います、はい。で、今回その妊娠発覚してから、まあ妊娠1ヶ月から4ヶ月までの間をちょっと Vlog 風にまとめてもらったので、こちらをご覧ください。食べたいです。メロンすごい。え、ねえ、そう、ここいつも並んでる。何や。テーマは？テーマ。髪ファサファサさせてますけど、どうですか？はい、お願いします。結構じゃあ妊活の時自分で自分を追い込むタイプだから、なんか妊活自体にじゃあ全くストレスかかってなかったかって言ったら、まあ、多少かかったりもしてたから、なんかゆるゆる行こうねみたいな感じで思いつつ、陽性のさ反応の線を見たことがなかったから、あ、まあそうだよね、そう信じられなくって、あのあとさ、検査薬毎日やって今日も陽性今日も陽性みたいな。そうだよね。そのクリニックもすぐに予約してね、正月第一発目予約して、そう、その時のエコー写真持ってきた。それがこれです。これが袋らしいんですけど、へぇ、部屋ができたよっていう写真です。全然実感は湧いてなかったよね。つわりとかそういうの？あ、そう、なんかね、私つわり全くないって言ってたけど、まあ、多少も12月、まあ、妊娠発覚したのが1月1日で、ってことは12月頭から妊娠してるってことじゃない、で年末ね、なんかすごい食欲が増したのと、あのなんか気持ち悪いみたいな、あったな、まあ言ってたよね。12月行ってた、そう、結構結構行ってたよね、なんか車酔いするとか気持ち悪いみたいな。仕事から帰ってきて、ただいまって言ってしまう、気持ち悪いってどこ見ても俺気持ち悪いみたいな、ね、え、俺みたいな、あ、そうだね。そう、やっぱり初めてだし、この子がどうなるかってまだ分かんない、不安でいっぱいで、で心拍がまず確認できるまで、ね、その2週間すらも、そうだね、もう長いって言って、そうだよね、心拍確認できたのは1月13日、でこの時にね、この子が、まあ、これがお部屋がさっきのが大きくなって、でこの赤ちゃんの種みたいな赤ちゃんができたよって。いや、懐かしい。思い出すとちょっとうるっとくる。ね、体
調的にはどうだった？寝つきみたいな。あ、寝つきめちゃくちゃ悪かった。でもトイレも急に近くなって、うんうん、そう夜のすごい寝つきが悪くなったから、うん、なんか戸惑ったかも。確かに確かに。だからつわりってすっごい辛いイメージだったから、うん、もう立ち上がれないとかってイメージだったから、そう本当にないって思っちゃってたんだけど、うん、やっぱり不安でちょっとホルモンバランスが崩れたりとかさ、うん、お腹が空いたら気持ち悪かったり、うん、いつも通り普通に過ごしたいけどでも過ごせないっていう、なんか戸惑いみたいなのはすごいあったなって思う。そうだよね。またね、マタニティでこれ良かったなみたいなのがある？知りたい、逆に。逆に良いのあったらコメント欄に書いていただきたいです、うんうん。パリピです。イエーイ、ピースしてんの。イエーイしてますすごくない？パリピです。パリピです。ミッキーポーズしてます。パリピです。イエーイ、めちゃくちゃ可愛かったという感じです。はい、以降はもうあっという間に妊娠生活も3ヶ月になったので、うん、今話題ね、逃げ恥の言葉を感じるわけじゃないんだけども、なんでなんか男性は手伝うよとかサポートするよみたいなね、ちょっと言いがちなところはあるけど、やっぱりどっちかの子じゃなくて2人の子だからね、一緒に協力し合って一緒にやっぱり育てていくっていうことがすごく大事だと思うので、本当にこうどっちかとかだけが勉強するんじゃなくて、一緒に勉強して一緒に支え合って夫婦は前に進むものだと思う。お願いします。